皆さんこんにちは、アンナです。今回はイルシールの地下牢進んでいきます。なんとコメントで結構つかづか進んでいくと面倒なことになりますよというご意見がありましたので、まあ慎重にまあいつも基本的に初見の場合は慎重なんですけど、まあ今回はいつも以上に慎重に進めていこうかなという気持ちです。なあ、このこういうなんだろうびっくりさせようとして絶叫するみたいな、この断末魔みたいな、こういうのほんと基本的に苦手なんですけど、牢屋の中があまりに暗いのでちょっと松明をつけながら、鍵がかかってる。見えない体の活躍する時が基本的に役に立たないことがないけれど、この下にもな今のは初見では見抜けないのでは。静かにこちらを見ていた。まだいる。これは近接だと近接だと良くないと思ったのに、いずれにしても出血するっていう、出血用のあれは暗い暗すぎる。この恐怖に対する耐性を試されているような気がするぞ、なんだかとこういうところ嫌なんだけどな。鍵がかかってる、なんか鍵かかってる場所ばっかりなんだけど、すごい HP 減ってる。大事なことだから2回行ったのかもしれない。これを使って。やばい。時すでに遅し。鍵がかかってる。鍵ばっかりだな。ここ渡るしかなさそうだけども。
の声は何の？何かありそうで直感がこの先は危険だと言っている。何これ、投げできないんですが。NPC かと思ったけど、ただの敵でした。丸腰のベビーフェイスを殺してしまって、少し罪悪感が。ショートカット、鍵、落下攻撃行くか。このカゴの敵、あ、ここにも何かいるわ。エア、さっきの壁にいたのは動かなかったくせに、なんなの。よくわかんないね。なんで。地味すぎるわ。行かない？このクリーチャーすごい。大して何もないっていう。この先かな？下にすごい景色が広がってる。ここは見えない体で、アイテムは、お、いや、どこから来たの？神は言っている、こいつはミミックだと。今はオンライン、オフラインでプレイしてるから血痕とかが見えなくて、ミミックかどうかの判断ができないの。透明になって見えない恐怖が。雑魚を潰す。すごい怪しいのに何もなかったという悲しさ。これなん、
人かいるよね。でもこのまま下に降りると殺されそうだな。死ぬがよい。どうやって降りるんだろう。はしごがあった。こいつは巨人がいるよ。どうしようかな。トカゲがいる。まずい。足元でしか戦ったことがないけど、足元だけじゃないか。勝てる気がしない。一旦スルーする。ここも巨人がいる場所とつながってたんだ。これは足元で戦った方が良さそうだな。ネズミの大群が湧いて出たんだけど、一匹ずつだとただの雑魚なのに。エストビンがない。これはこれはきっとミミックでしょう。少なくとも片方はミミックのはず。ストビないからな。回復も魔法つけてないから、この状態で行くのはまずい。なのでけれど、この先に行ってショートカットとかかがり火を探そう。こっちに行けば何かあるかな。何これ、攻撃できないけど、叩いたら血が吹き出てる。これはどこに繋がるんだ。雷の剣。死にかけてる。ショートカットないのかな。だ、
あ、この先にかがり火がありそうな予感。罪の都。早くない？あ、やばい、帰ろ。結局わからなかった。なんか罠があると思ったんだけど、本当にそうだったとは。一度帰ってエスト補給してきました。出ないと探索しようにもできないので、地獄から来た赤子みたいな。ダメが。貴様。ミミックだと思って叩いたら本当にミミックだったでござる。ここにもいる。バイノがいる。なんかいいアイテム落としたりするのかな。そんなに怖くなくなったかな。何も落とさないし何もないし、ここを開けるのは得策じゃないのかもしれない。これか、雑魚と戦ってくれたりするのかな。鍵。こっちがミミックでしょう。左だった。なんなんだこのミミックの巣窟は。嬉しくないんですが、指輪。私はさすがに鍵？うん、なんか落ちてる。さっきはいなかったんだけどな。
箱開けたら落ちてくるのかな。指はまだないんだな。キコジリを倒す。ネズミも勝手に殺してくれてる。沼の方が戦いやすかったな。ネズミは一心不乱にこちらを攻撃してくるのに、巨人の足踏みで死んじゃうという、この無慈悲な感じが何とも言えない。場所なんだ。ネズミが無限に湧いてくる。この先にあるのはどうせミミックだろう。本当にミミックだった。はしごだと思ったら違った。え、なんだ。バカ。いや、でも下にトカゲとアイテムがあったから、うん。結果オーライだ。あ、シーリスのイベントを逃すところだった。次に進む前に先にこっちはやります。協力要請らしいんだけども、普通に雑魚じゃないか。わあ、何この鬼ごっこ。避けてるんだけど、私が彼女に格好悪いところを見せてしまった。顔見たい。顔見せて。拒否されてしまった。これで銀猫の指輪がもらえるらしいので、祭祀場に戻ります。落下ダメージが防げる指輪。癒やしい落とし子。うん、お主の敵は我が輩の敵。I would not have made it aloneジャイアニズム。これを取っていたでしょう。来た指は。うん。レベルアップしていこう。
Speak very well, then Tothek not. あげるのはただ一つ、利力だ。今後とりあえず利心中心にあげます。呪術の ここにジークマイヤーがいるらしい。ジークバルドだった。敵を一掃してから話さないと。うむ、檻から出すにはどうしたらいいんだろう。では続きはまた次回にしようと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。